森林プロデューサー山中慎一郎の森林哲学ヨガの森林浴。これまで、ヨガの森林セラピーは3回ほど開催している。森林公園と、サナルコ公園、ヨガのインストラクターはルリさん、そしてジュン君、そして森上さん、すべて、違うヨガインストラクターとコラボレーションして、森林公園で1回、サナルコ公園で2回開催している、まあ、要するにインストラクターがいろいろやっているのを、参加者がそれを、まあヨガマットを引いて、一緒に森の中でヨガをするといった、感じ。浜松城公園で、もう一度、そのような、公園の中で、ヨガを体験するというのに参加したこともある。それも先生がいて、その先生の指示通りに、まあ、ヨガをやるという、そういった感じ。で、その前に、鳥取県智頭町の森林セラピー基地でサポートしたときに、ヨガの、森林セラピーを、まあ、見ていたこともある。それも同じように先生が前に出てやって、それをみんなが真似をしてやるという、そういったような感じ。まあ、どれも、まあ、私が、まあ、実際にヨガをやるということもあるんだけども、どちらかというとちょっと離れて客観的にヨガをやってる、そういう風景を見て、なんか不自然と、自然っぽくないなと、不自然だなという感じがして、まあ、ヨガを森の中でやるということはとても素晴らしいことだと思っているので、どんどんそういうふうに、室内の中のヨガだけではなく、アウトドアの、森林公園や、サナルコ公園、浜松城公園などで、ヨガのインストラクターがヨガをやるというのを、やってもらえれば、嬉しいと思っている。まあ、実際に、そういったイベントがどんどん増えている。私がやった後にどんどん同じように、屋外での、ヨガというのが増えている。なので私としては嬉しい限り。ただ私個人的にはやはり、ちょっと不自然なんか、先生がいて生徒さんというか参加者がいて、みんなで一緒になってやるというのはどうも実を言うと好きじゃないって思うのは、一人で、もし公園の中とか森の中で一人でヨガをしていたらどうなのだろうかと。まあ、これ実際、写真とかでは見たことがあるんだけども、実際そのように一人でやってるような人を見かけたことがない。これまでのその森林公園だとかサナルコ公園、浜松城公園などに行っても、一人でヨガマットを敷いてヨガをやっているなんて光景を見たことがない。でももしこれが、見られたら、これを見てしまったら、そんな人がもし目の前に現れたら、これはなんか素敵だなと思えるんじゃないかなというような感じがしている。なのでヨガの森林浴、これはぜひとも一人で、そんな難しいポーズとか、する必要はないと思う。ヨガの教室に通っている人が先生に、ついてヨガを森の中アウトドアでやるのではなく、ヨガ教室、室内でやったヨガ教室で習ったようなことを今度は自分一人で公園とか森林公園とか浜松城公園、サナルコ公園の芝生の上なんかに、ヨガマットを敷いて、ちょっと、このようになんかいろいろと僕はよくわからないんだけども、ポーズをしてヨガをする。なんかまあその人にもよる、まあ僕には無理なんだろうけども、その人にもよるんだろうけれども、とても絵になり、とてもかっこいいんじゃないのかなと、そんな感じがしている。